パトリック・エドワード・パットナムはアメリカ合衆国バーモント州出身の元プロ野球選手。1974年の MLB ドラフト12巡目でニューヨークメッツに指名されるも契約せず、翌1975年の MLB ドラフト1巡目でテキサスレンジャーズに指名され契約。1977年9月2日の対ボストンレッドソックス戦で4番指名打者としてMLB デビューを果たし、4打数2安打をマークする。1979年は主に一塁手として139試合に出場し、シーズン18本塁打をマークして、打線の中核を担った。1982年12月21日に、ロン・ミュッセルマンとの交換トレードで、シアトルマリナーズに移籍し、1983年は19本塁打を放つ。しかし、1984年は打撃不振に陥り、シーズン途中でミネソタツインズにトレードされる。ツインズでも打撃不振が続き、シーズンオフにフリーエージェントとなる。1985年はカンザスシティロイヤルズと契約するが、MLB 昇格はならなかった。1986年に NPB の日本ハムファイターズに入団。同年はやや迫力不足であったものの、最多勝利打点のタイトルを獲得し、25本塁打、78打点はチームトップの成績であった。しかし、1987年は成績が低迷し、同年限りで解雇された。ありがとうございます。